30やもんな、自身も驚くなかれ、あ、そういう仕事はいろいろやってるんだ、さあ続いて、はい、仙台市の青春小僧アクアイークバハルナさんからです。舞台のためヤンタンお休みされた明石家さんまさんの代わりにハロプロの女子だけで番組を収録した2月1日の放送でさんまさんの素敵なところを言い合うというトークの時に宮崎ゆかちゃんが言うとったな、ファンの人から